東東部に位置するる港湾都市であ三島半島の北海岸を占め、北海湾に面し、東は、以海に、南と、西は、神島にそれぞれ接する。三島省最大の漁港であり、なおかつ最初期に、対外経済解放された沿岸都市の一つで、産業都市としても急発展している。現在は、環境の良さ、景観の良さ、投資環境の良さが、 中国でも指折りと評価されている。海岸線に沿って広がる砂浜や断崖は観光地として全中国から人が集まる。かつて西洋人にはーフーの名で知られたが、これは伝統的に遠大の行政中心であった市の東寄りにある芝生という陸系島に由来する。今日の遠大という名は明の後部三角の地勢だった1398年に消失する。 この年、和光対策のために木山北六に城が築かれ、その北の山に和光襲撃時に警報ののろしを上げる塔が建設された。これが簡単に演台と呼ばれるようになった。月助湾縁台は三島半島の北岸の中心部である。北の渤海を挟んで両島半島と向かい合い、東は黄海を挟んで朝鮮半島と対峙する。 市の中心がある芝生島は典型的な陸系島で、その他にも大小63の島や岩礁が沿岸に点在しており、病島諸島が北の渤海中央部に向かって伸びている。有人島の数は15。西側は渤海の最南部の湾、来州湾に面している。海岸線の長さは9 0 9トルで、地形は36.62%が、 山地39.7%が丘陵地20.78%が平野2.9%が水面である。山地の平均標高は500メートルで最高点はン山の922.8メートル。市街地下下面積は2643.60平方キロメートル。5キロメートル以上の長さの川は121ある。大きな川には 五竜河、大古河、大古境河、大河、境川、大水河、新安暗がある。海に面しており、夏は比較的涼しく冬は温暖で、年平均気温は11.8度。遠台市街地のパノラマ新石器時代の遺物が市域内から発見されている。かつては、遠遺族の居住地があり夏朝の時代に国を建てたと言われている。 春秋時代には、来国の地とされ、戦国時代には、清の領土となった。寝代には、清軍に、前漢の時代には、東来軍に属した。始皇帝は三回、武帝は一回芝生島を訪れたと言われている。隋の時代に、来州に、唐、宋、元の時代に、唐州や来州が置かれた。明、ら、の時代には来州府が、後に、唐州府が置かれている。 旧イギリス園大領事館1858年7月、清は天津条約を結び、東州は縁大と解明され、西洋諸国に開港されることとなった。なお、第二次アヘン戦争の際に、イギリスフランス連合艦隊が園大を占領して、艦隊を集結させている。園大は1861年5月に、外国商人たちに対して開港したが、正式に、 国際貿易港とされたのは、要塞、東海遺跡の竣工に合わせた8月22日のことで、ある。17カ国が、円台に、領事館を設置した。ここで1876年に、芝生条約が結ばれている。漁港だった円台は、イギリスの条約港となり、急速に都市化したが、20世紀初頭に、三島半島全域で、 ドイツ帝国の力が増すと、遠大もドイツに支配されることとなった。また、清市も北洋艦隊の拠点とし、1903年に設置された遠大海軍学校は1928年まで中国の海軍士官を育成した。1905年には日露戦争後の講和会議の開催候補地の一つとなった。第一次世界大戦でのドイツの敗戦により、円大は アメリカ海軍のアジア艦隊の夏の中流行となった。日本も交易のために円台に拠点を置き、両国の影響が市内の政治や建物の様式に及ぶことになった。中国の革命史上でも円台は重要な役割を果たした。1911年11月12日、中国革命同盟会の三党支部は円台で決起し、侵害革命に合流した。翌日には、 三島軍政府が創設され、その翌日には三島円台軍政文府と改称した。1914年、円台を中心とする二川あずま道が設置され、1925年には東海道と改称された。円台は、この時期までは二川あずま道及び東海道の福山県に属したが1934年に円台特別行政区が発足し、 三島省の直轄地となった。元は遠大を含んでいた福山県は、以後遠大の町の拡大とともに範囲が削られ、現在の福山区となっている。1938年1月19日、日中戦争の最中、二川東軍政委員会が設立され、この地域の抗日運動の中心となった。中華人民共和国建国後、対外的にもチェファは、ヤンタイに解消された。 1983年には再編され地球史となり、1984年には対外解放された。戦後対外解放されるまでは、外国人の立ち入りが制限されたこともある。2015年に、中国 LCC 大手春秋航空により、愛知県常こ市の中部国際空港と、遠大市を結ぶ定期路線が新規開設された。その他、大阪府の関西国際空港、 福岡県の福岡空港、静岡県の富士山静岡空港とも直行便が運行されている。縁台市の海岸沿いの市街地縁台市の海岸沿いの市街地五種かつ六研究市から構成される。日川東行政区、編集日川東行政区北海線区、編集愛用線区、編集縁台市、編集縁台地区、編集縁台市、編集縁台は、現在、 半島南部の港湾都市、陳太貸に次ぎ、山東省、第二の産業都市である。縁大福山経済技術開発区、縁大輸出加工区という二つの全国、国家級開発区があり、縁大経済技術開発区は、全国でもトップ10に入る規模となっている。1892年に創業した、長広市城志講師は、 現在では中国でも第一のワイン製造会社となっている。神多を、旅順、小足島を拠点とする北海艦隊が、遠大にも小規模な基地を持つ。遠大放来国際空港が、遠大市の北西約4 3トルの位置にある。国内線は、北京、新洋、ネーハ、大連を含む、複数都市から毎日フライトがある。国際線は、 東京の成田国際空港、大阪の関西国際空港、福岡の福岡国際空港、韓国のインチョン空港を結ぶ便がある。2015年5月28日の遠大放来国際空港開港以前は民間便は遠大来山国際空港を利用していた。大連から毎日複数の船が出ている。所要時間は約6時間半。ありがとうございます。